川手雅弘と申します。今日は日本に育ってよかったなっていうことだけじゃなくて、日本で育ったからこそ実は大切な役割があるんじゃないかなっていう話を皆さんと共有できたらなというふうに思います。そんなことを言う僕は一体何者なんだろうということから始めてみたいと思います。50年前の僕です。こんなおっさんでも、まあ誰でもこういう時はあるんですよね。とてもこの1枚出すのは恥ずかしいんですけれども、まずここから始めてみようと思います。50年前の両親です。父はこの夏死にました。自分の存在がこの人のおかげであるということをしみじみと実感する、そんな1年になりました。とても大きな節目です。そんな僕がどうしてここでこんな話をするのか、ちょっとそれを一つずつ話をしていこうと思います。二つのことでお話できたらなと思います。一つ目は、僕は写真家として自分探しをするために生まれ故郷の芦屋を取り歩いてました。路上で出会うこんな少年たちを自分の少年時代にこう思いを重ねて、ところが1995年1月17日ほんの数秒で少年の街は瓦礫の街に、僕はタンスの下に。写真って何だろう、何のために撮るんだろう、記録？わからない。答えがないままこの街を歩いていて、パコンと後ろから殴られました。お前何しとんや、お前が撮った家はわしの家や。いや僕も被災してます、なんとかこれを記録に残さなきゃ。そんなもん会話になるわけないですよね。もうとんでもない無力感、どうしたらいいんだろう。その時に同じようにこう夕日が差す道路でですね、まだ水道管が破裂して水が噴き出し、綺麗な砂が噴き出し、なんとかそれに対してその時の思いを込めて写真を撮ろうと思ってしゃがんでいたら、この辺で話しかける声が聞こえてきました。ふと振り返ると、でもそんなことを話してくれるようなおじさんには見えない、失礼な言い方かもしれません、きっと単身赴任か何かなのかな、自分の家財を持って歩いていらっしゃったんですね。言われたことが、あなたのやってることは大切なことだと思います、ぜひ頑張ってくださいって言われたんです。立ち上がってありがとうございますってお礼を言った時にはもう涙ぼろぼろ、そうか気がついたんです。一人でも分かってくれる人がいるんだったら写真には意味がある。でもまだこう心は傷ついてますから、こうふと子供の頃によく遊んだ松林の公園があるんですけど、そこに入っていって撮った一枚なんですが、松の根っこ、凝視、自然です。自然に癒され、自然に力をもらう、こういうことか。そこでふと思いついたのが桜なんです。そうか、芦屋の町には結構桜が咲いてる。震災の年、とてもそれどころじゃなかったんで桜を見てなかったんです。よし、1年後の桜撮ろう。日本人は桜が好きですよね。節目の桜、もしかしたら誰かが待ってるかもしれない桜、その情緒性、物語、何か答えが見つかるかもしれない、そう思って撮りました。瓦礫の町に咲く桜、さらちに咲く桜、いろんな物語、メッセージを受け取ったような気がします。単なる記録かと思っていた写真に一つのストーリー、物語をもらったんじゃないかな。この体験を一冊の写真集にして出版しました。これが一つ目の体験。もう一つ、僕は名古屋で開催された国際会議に出席しました。僕はですね、全く英語が喋れないです。で、意を決して2ヶ月間英会話を通ってですね、で、英会話の先生と一緒に自分の書いた提言文を、一緒に英訳をして、で、スピーチをする機会をなんとか得て、結果から言うと決議に関わることができたんです。だけど何かこうアウェーな感じがしたんです。敵地でやってるような気分、名古屋ですよ。その時に世界中から先住民族たちが集まって、
私たちの知恵こそが地球の資源を守ることができるんだという主張をしてたんです。あ、これだ。なんで日本人はそういう主張をしないんだろう、この国際会議の場で。自分は一生懸命スピーチだけどそこまで届いてない。日本人は分かってるはずなんですよね、もちろん。でもこの国際会議は欧米の流儀に従って進んでいました。この違和感がもしかしたらアウェイな感じがしたのかもしれません。人間は誰もが地球市民だと思います。分け隔てなく平等。たまたま生まれたその土地がある国に収められていて、その国籍を持ってその国の言葉でコミュニケーションしている。でも地球の資源を使い続けるのは皆一緒です。その知恵もそれぞれの地域で育まれているはず。でも話している言葉が違う。その言葉の壁を越えるために一生懸命文化背景も違う言葉を理解して共有しようとしている。その言語変換に翻弄されているっていうのを実感しました、このような2つの体験、ちょっと極端でしたけど、そんな体験をしてきたのが僕の今のベースなのかなというふうに思っています。たまたま私たちは日本列島に暮らしている。言わずものがら小さな島々の集積ですが、とても豊かな自然、流氷から珊瑚礁まで、そんな国はまずないですよね。そんなところで我々は自然に育まれ育っている。もちろん日本で生まれてない人たちも日本の魅力に取りつかれて来ていただいて、もしかしたら日本で生まれた人間よりも日本を知ってるかもしれない。きっとそんな魅力がある日本、日本で育まれた伝承、知恵、言語、方言、そういったものがもしかしたら地球の中でもとってもイケてる、めちゃくちゃ素敵なものなんじゃないかなっていうふうに僕は思いたいです。ただ国際会議やビジネスの世界でいろんな外来語が入ってきて、我々一生懸命翻訳してその概念を新しいものじゃないかと思って理解しようとしています。すごく勤勉で真面目ですよね、みんな。だけどもうちょっとだけ日本語を大事にしてみたいなって思い始めてるんです。すでにある知恵、もしかしたらその外来語はもっと日本では豊かな表現をしてるかもしれない。もっと日本らしい表現があるんじゃないかなっていうふうに立ち止まって考えてみたいなと思うんですね。ラストスピーカーズっていう本があって少し読みました。これは世界中の先住民族たちが持っている言葉が、長老が死んでいくことで言葉が消えていく。ただ言葉が消えるだけではなくて、その知恵も、地球の資源を使う知恵も消えていくと言われているので、一生懸命記録している、そういった本でした。日本はまあ1億人いますから、言語の絶滅の危機はないのかもしれません。しかし日本っていう国で育まれたこの言葉、すごく伝統的な日本語と、それから外来語を柔軟に取り入れる非常に懐の深い日本語っていうのもあるんじゃないかなというふうに思います。つまりいろんな知恵が私たちの日本語の中にあるんじゃないかな。多様な知恵が、多種多彩な、少なくとも地球の伝承の大切な一つであることは間違いないですよね。そんな考えをもとに、3つのキーワードを少し考えてみたいなと思います。一つは生物多様性、一つは CSR、そしてもう一つはレジリエンス。いずれも外来語だと僕は思っています。まず生物多様性ですが、これは、バイオロジカルダイバーシティという英語があります。直訳すると生物学的多様性。科学の世界で流通していた言葉なんですが、アメリカで1980年代にバイオロジカルダイバーシティをバイオダイバーシティという造語を作った科学者がいました。それまでは科学の世界で流通した言葉が、その五感ですね、英語でもやはりなかなか流通しなかった言葉がバイオダイバーシティというその五感で、生き物が支え合っているダイナミックなこの地球の状態を指す言葉として非常に理解されたそうです。
まあ、日本ではこれを生物学的多様性から生物多様性という直訳にして、何か固有名詞のように聞こえるようなちょっとこう馴染みの薄い言葉になっていますが、この基本法が日本にはあります。その全文をちょっと読んでみましょう。人類は生物多様性のもたらす恵みを受けることによって生きてます。生物多様性は人類の存続の基盤、私たちの基盤だと言ってます。もっと言うと、ここが大事なんですけど、生物多様性は地域における固有の財産として、地域独自の文化の多様性も支えていると、法律の全文でここまで説明しています。つまり私たちの暮らし、お祭り、伝統行事、服装、そういったものはみんな生物多様性、つまり生き物の支え合いの中で私たちは学び、知恵として得て、暮らしとして彩りを出して、だから日本における生物多様性は暮らしの彩り、もっと言うと日本人の精神の基盤かもしれない。それを僕はもっと抽象的な表現かもしれませんけど、生物多様性は私たち日本に暮らすものとして体験と想像力そのものじゃないかなというふうに思っています。例えば食卓に並ぶ命たちの生きていた時の様をに思いを馳せる言葉、日本語で一言ありますよね。そうです、いただきますです。この言葉はいただく命に感謝、それを育んでくれた自然に感謝、そしてそれを収穫し運び調理して美味しくいただけるようにしてくれたその労働と知恵に感謝。さらに多分一人で食卓囲むよりは奥さんや子供や家族、仲間たちと一緒に食卓を囲むことで、とても味わい深い美味しい食卓になると思います。そんな家族や仲間たちへの感謝、たった一言いただきますで、こんなにイマジネーションが広がります。これって日本のセンス、日本語のセンス、これがもしかしたら僕は伝承と情緒のデザインという言葉でまとめちゃってもいいのかなって個人的には思っています。次はCSR、 企業の社会的責任。 CSR の流れを簡単に言ってしまうと、公害対策の1点で、それを企業ブランディングに生かしていこうという2点で、それをさらに事業の収益性とか本業の中でしっかりやっていこう3点で、さらに今はクリエイティングシェアドバリュー CSV、 社会と共有できる価値を作っていこう、そんなことを言っています。アメリカから入ってきたことです。ただ今まで説明してきた僕の感覚でいうと、いやいや、これは100年前から日本人は言ってますよ。渋沢栄一、明治時代に日本の企業をたくさん作っていた人ですよね。その人が自分の著書の中で道徳経済合一説ということを言っています。何を言ってるかというと、こうです。富を成す根源は何かといえば仁義道徳である。正しい道理の富でなければその富は完全に永続することができると言ってます。これはサステナビリティであり CSV ではないでしょうかと頑張って言いたいんです。そうやって日本語というものは非常に表現を持って豊かに暮らしを彩ってきたんじゃないかなと。それを企業という仕事もですね。このことを考えると CSR という言葉はもしかしたらそのセクションの話ではなくて、仕事の領域の話ではなくて、私たち企業人にとって個人の道徳感や倫理観、つまり心の中にあることであって、 CSR 3.0 CSV は企業人にとって標準装備ではないかというふうに言いたいんですね。次はレジリエンスです。レジリエンスについては、例えば自然が修復する力、社会のシステムが回復する力、コンピューターの制御が回復する力、それにかかる時間とか耐久力、そういった概念を指しているというふうに思います。サステナビリティという言葉が地球のためにあると言われてきたんですが、デベロップメント、開発という言葉が流行っている印象があるらしくて、今地球にとって大切な言葉はレジリエンスじゃないかというふうに言われているそうです。このレジリエンスについては東北の復興支援の中で考えてみたいと思います。僕は東北大学のグリーン復興プロジェクトの運営に関わっていますが、これは東北大学の生態適応センターの先生のもとに環境省、自治体、企業、市民団体が集まって
います。その中で、ただ単なる懐かしい未来を目指すんじゃなくて、その地域で経済を回し、その地域で営みが確保できて幸せに豊かに暮らしていける、そんな社会を事業で構想していこうというようなことを議論しています。先日復興庁の新しい東北宣伝モデル事業というものに採択されました。ようやく国の予算がついて、その取り組みを進めていくことができます。一番大切にしているのは自然と向き合い学び合うことだというふうに考えています。津波は今ある自然を撹乱して、実は新しい命のつながり、生態系を作っているというふうに言われています。実は東北の皆さんは昔からそれを知っていました。それを受け入れて暮らしていました。つまり巨大防潮堤を作って自然と暮らしを分け隔てるのではなくて、人も生き物として自然の時を刻むということをやってこられたんですね。それを東北本来の暮らし、東北本来の営み、しなやかな生き方、しなやかな日本語、これがレジリエンスではないかというふうに思いたいです。さて CSR 生物多様性レジリエンス、こういった外来語を考えることは、もしかしたら私たち高度経済成長の忘れ物を思い出す作業かもしれないな。日本で育んできた知恵で未来に思いを馳せていくことなのかもしれない。それが現代の伝承。こういった縁側でおじいちゃんから話を聞いてきた、おばあちゃんから話を聞いてきた、折り紙を教えてもらった、そんなことがもしかしたら私たちは今高度経済の忘れ物を思い出して現代の伝承をしているのかもしれない。そしたらそれに対して未来で行われている伝承って何だろうって考えたいんです。現代の伝承でいろんなものに気づいた私たちは、世界の自然、地球の資源、自然を守る知恵を発信していく。私たちの体験と想像力で育まれた物語がきっと今世界で求められている、そう思いたいんです。特に東北、物語の宝庫だと思います。一人一人の心の中の、それを地球全体に思いを馳せるんですけど、日本語で語っても通じませんから、やはりそこは英語に置き換える翻訳力や、それを伝えていく対話力、英対話という言葉もありますが、それを東北の学びをいかに伝えていくかということを考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。僕が一番言いたいのは、ここにいらっしゃる皆さん一人一人の中にある心の物語、今話しているのは僕の個人の物語です。でもここにいらっしゃる人たち一人一人がこんな物語を語ったら、とてもたくさんの幸せを作ることができるんじゃないか。僕の会社では粒ぞろいよりも粒違いであれというふうに言ってます。それは一人一人の頑張りが幸せを作り、豊かな大きな社会を作っていけると考えているからです。日本で育まれた誰もが未来の伝承者になる、そういうふうに思いたい。伝承と情緒のデザイン、日本に育まれたからこそ大切な役割があるんじゃないか、いやもっと言うと責任があるんじゃないか。グローバルな社会で、ここローカル、日本ローカル、東北ローカル、そんなところで育まれた知恵を使っていく、新しいその社会のシステムを変えなきゃいけない、新しく変えなきゃいけないと言われて久しいです。でも変わってない。なぜか、もしかしたら皆さんの出番を社会、地球は待ってるのかもしれない。僕はそう思いたいし、そう信じたい。まだまだやることはあるんだろう。そう思っています。日本は先進国です。経済大国だと言われてます。技術も素晴らしいと言われてる。でも、実はヤウルズの神が増す。市民も領がバックする。多神教の国であり、伝承の国だと言われています。そんな多岐にわたる様々な知恵を持った日本から、やることがたくさんある。
それを伝承の伝承と情緒のデザインという言葉で今日は皆さんと共有したいと思ってお話をしました。ありがとうございます。